そうで、なんとなく新衣装でございますね。はい、もう2年前からねデザインが出来上がっていた納豆巻き柄のドテラをね、はい、昨日かな一昨日か、マリオ配信ではねアロハシャツの方を着たんで、こっちドテラで、リラックスした感じでやらせてもらおうと思いますけれどもね、お便りで来てたんですけれどもね、ラーメンマンって人から来てたんですけども、ラジオネームラーメンマンさんから来てたんですけども、ドテラじゃなくて反転でしょっていう風に来ててあれと思って、誰も何も言わないから完全に俺これドテラで思ったんだけど、これ反転なんですかね。ね、なんか調べたんですよ、ドテラと反転とちゃんちゃんこって何が違うのと思って、そしたらなんか反転はそのドテラより若干の綿の量が少ない薄手で、で腰までの竹のやつを反転で、ドテラはちょっと厚手で、で下半身まで覆うタイプのがドテラって分かれ方なんだけども、最近はもう割と反転もドテラも大体同じ扱いですよって、反転のことをドテラと呼ぶ日もありますよみたいな、そんな解説だったんでね、多分え、そうなのみたいな感じで思う人もいたんですけどもね、ラーメンマン的にはもう反転だろうと、お前今日から改めて欲しいということだったんですけれどもね、でもそれ言ったらだってラーメンマンだって、お前ひょっとしたらモンゴルマンかもしれないんじゃないかっていう ねお前そのモンゴルマンだった時どうするんだっていうなりますけれどもね、大体それくらいの違いですね、ラーメンマンとモンゴルマンくらい、キャメルクラッチやるかやんないくらいの違いで、まあなんでなんとなくドテラでこのまま通していこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。